お客様、チェックインをお願いします。お客様。坂本さんの脚本のドラマは僕にとっては夢のような現場でしたかね。え、こんなセリフ言ってみたいって思うセリフはたくさんありましたし、ワンセットのサイズとしては本当日本最大規模だ。見たことがないですね。豪華客船というのを思い当たってラブストーリーを作れたら自分の夢が叶うかなと。 生方優という役はですね、豪華客船のクルーとして働いていて、お客様のクレームとかを全部こう受け止めるみたいな仕事ができるようで結構不器用な。平井俊として優秀なだけ。申し訳ございません。私が演じた万寂千鶴はある秘密を持って豪華客船に乗り込んでいくという女性なんですが、バトラー様、 私たち浮気されてるんです。二人を止めなきゃ。お客様、脇役の行為はどうなるんでしょうか。はい、分かりましたって引き下がるしかないんでしょうか。スポットライトの当たらない場所に立っている人を描くのが映画やドラマの本来の役割だと思うし、初めてドラマにハマったのが坂本さんの書いた東京ラブストーリーでして、主人公ヒロインの二人 をいつまでも見ていたいとか、原体験がそこにあって、この人いい人だけどどっか面倒くさいなとか、この人悪い人だけどちょっと魅力的だなとか、人間っていろんな人がいて面白いなって、そんな風に思えるものを描けたらいいなっていうのはありましたね。あんなに多重構造の脚本はちょっと経験になくて、人間の本質みたいなものを 7人の目撃者がいます。なんかちょっと違う角度から見てる感じというか。え、こんなセリフ言ってみたいって思うセリフはたくさんありましたし、菊池凛子さんが演じたアイナ、すごいツボなので、 JJJJ、自分に自信が持てない自分自身だよって言ってるのとか。お金で人の心は買えませんよ。あなたたちが本当に嫌ってるのはお金持ちじゃなくて、JJJJ、 自分に自信が持てない、自分自身だよ。まあ、イタリアまで実際の豪華客船にロケハンに行っているので、入港してくる船の中で撮影をすべく動いてはいたんですね。ただまあコロナの影響がだんだんと大きくなっていって、船が日本に入ってこれなくなったと。マジっすか、これ作るんすかみたいな。 VFX チームが全体をこうスキャンしてたんで、そのデータをもとに リアルなベリシマと同じサイズ感で橋を作ってみたり、デザインを石畳にしたりっていうふうに。あのセットの再現度ってすごいんですよ。ワンセットのサイズとしては本当日本最大規模だということを言われて、あそこまで大きなセット見たことがないですね。夜は夜とライトアップすごい綺麗なんで、なかなかこんなオープンセットで豪華に、あんま現場で見ることないんですよ。ワクワクしてます。 豪華でしたね。もうすごい楽しかったです。豪華客船に、芝居場から船前景へと乗り換わっていくカットだったりっていうことも想定の中にあったので、嘘をつけないというか、出来上がるまでにやっぱり1年以上かかってますから、お客さんにとて違和感を伴うこととのないクオリティでみんなに楽しんでもらえるものになっていたらいいなという気持ちです。 全然セットで撮ったようには見えないというか、本当に細部までこだわって、いやー、もう衣装最高ですよね。キストラの方は一人一人にまで衣装がきちんとあって、みんなの髪型を完璧に仕上げていてっていうのは、そこも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。脚本読ませていただいて、もっとポップな方が話に合うかなと思って、コスプレに見えてるのも可愛いかなと思って、 2次元と3次元の間のセレブリティをやってみようという、そういう考え方でやってます。私たち浮気されてるんです。ほっといていいんですか？船は一度出発すればもう戻れません。個性豊かなキャストがたくさん出てくるエンタメ作品になってると思います。笑えるシーンもあったりとか、そしてなんといってもキュンキュンするシーンがあったり、なんか楽しいだけじゃなくてミステリーの要素もあったり、いろんな世代の方にきっと
楽しんで見ていただける作品になっているんじゃないかなと思います。日本中の、いや世界中の人に2時間分の圧倒的な現実逃避をしていただけたらいいなと思っています。日本でドラマや映画の中では特別で破格な作り方をしているけども、でその意味ではすごくクレイジーなんだけど、日本で作品を作っていく上でこういうことがねクレイジーじゃなくなって、将来夢を見るための逸脱だと思ってますけど。